皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本麻里です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組、三作母、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、中山間地域の女王を目指す私マリドンこと岡本麻里が、中山間地域の皆さんと交流を深めながら、おすすめのスポットや楽しいイベント情報、おいしいものなど山里のさまざまな魅力をお届けしていきます。番組を通して山里への思いを膨らませてみませんか。この番組は毎回中山間地域へ私がお出かけして、いろいろな情報をご紹介しているんですけれども、今回はウィンディーのスタジオにお越しいただきました、健康長寿の村群馬の海老原正彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海老原さんにお越しいただくのは今年も2回目になりますねはい、そうですね。今日はどんなことをご紹介していただけるんでしょうか。はい、ですね、今日はですね、毎年夏に、はい、群馬サマーフェスタっていうのをですね、こちらですね、こちらの道の駅のこの会場、まあ、駐車場なんですけれども、こちらで実は、ずっと昔からやっていたんですが、コロナになってしまい、その間ずっと中止になってしまったんですね、それで昨年、まあ、コロナも明けたので、久しぶりにやろうということで、去年、開催したんですが、今年はですね、ちょっと出店もいくつか加わりまして、また今までとは違うサマーフェスタで、親子、子供を中心にですね、大人も楽しめるイベントになっているので、ぜひ皆さんにですね、来ていただきたいと思いまして、今日ここスタジオにやってまいりました。はい、ということで今日はじっくりとまたこちらの群馬サマーフェスタについてお話を伺っていければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、8月11日の日曜日10時から3時なんですが、なんといってもですね、サマーフェスタのですね、メインイベントはですね、アユのつかみ取り、これ面白そう。そこにですね、結構大きなプールというか、水を張って、そこにですね、アユを100匹放します。100匹も100匹もって思うですよね、それがね、あっという間にあっという間に捕まって食べられてしまうんですこれは自分がもう掴んだ取った鮎を塩焼きにして食べる基本は。でもやっぱり取れない方もいるじゃないですか。そうですよ、なかなか難しいですよね。小さいお子さんとか具を頑張っても、その時は塩焼きした鮎をちゃんと食べていただくこともできますなるほど、これは誰でもできる。誰でもできます。事前申し込みは必要ですか。必要ではないので、先着順というのかな、早い者勝ちですね。じゃあもうこれが10時からこのイベント始まりますから、もうその時からもで、そうです、その時からできます。ちなみにおいくらで参加できる。いい質問ですね。ちなみに昨年はですね、1尾500円だったんですが、今回聞いたんです、どうですかったら、いやー、湯も値上がりしててねっていう話だったので、これ実際ですね、仕入れをした時の値段がね、まだ仕入れ値がね、まだわからないということなので、まあちょっと若干高くなるのではないかということで、ちょっとその辺は皆さんご了承いただきたいなと思います。参加費として払って、そうではなくて、参加費ではなくて1尾いくらなんです。あ、なるほど、1尾いくらなんです。じゃあもうこの鮎のつかみ取りやりたいよって言って参加するのにはお金はいらないです。かからない。かからないです。取れなかったらもうそれでいいし、取れなかったら逆にその私たちの方で取って塩焼きにした鮎を1尾、500円プラスアルファで食べていただけるという、そういうことですね。鮎のつかみ取り、こちらがメインイベントということなんですけど、これチラシにもありますけれども、実は主催がですね、プロジェクトクマンチュ
というあの団体が、あの主催になってまして、はい、まあ、あの消防団からこうちょっと、発展的にできた若者たちの団体なんですけれども、はい、あのそういうね地元の若い人たちがあの皆さんに楽しんでもらいたいということでやってる活動の一つなので、はい、まあ、ぜひね応援の意味も込めてたくさんの人に来ていただきたいなと思います。じゃあこの鮎のつかみ取り以外にもたくさんのいろいろな催しを考えていらっしゃるんですかね。たくさんと言われるとちょっと心苦しいところもあるんですが、このチラシのところにありますように、はい、今年はね出店が大きく4つほど今のところ決まってます。あの順番にあのご説明したいと思うんですが、はい、まずその梅ジュースに甘味ってあります、うん、これはあの健康長寿のむくんまというね、あの協力ということで私もメンバーですけれども、健康長寿のむくんまがいつもあのくんまで採れた梅を、はい、用いて梅ジャムとか梅シロップとかを作ってるんですね、はい、でそれを美味しい梅シロップで冷たい梅ジュースをこの時に飲んでいただこうと、そういうそれを販売します。暑い時に梅ジュース、ね、クエン酸たっぷりでバルにして、ね、美味しそうですね。体が癒されます、うん、でこの他にも水饅頭など手作りスイーツも、はい、実はですね、クンマにはですね、菓子職人というかスイーツ職人の方がいるんですよ。クマのお母さんたちではなく結構若い方、はい、そうなんです。あの、ね、洋菓子から和菓子まですごく上手に作る方がいて、うん、その方がですね、いとしっていうあの一応あのブランドというかな、そういうことでやってまして、今回はですね水まんじゅうをですね作って提供していただけると。おそのいとしっていうブランドの、はい、スイーツとかはいつもはどこかで時々母さんの店のブラッドでも販売してるんですけれども、今回この水まんじゅうはあの冷凍した状態で販売するので、はい、この時しか買えないです。おお限定のものですし。限定です。いやこれ食べてみたいですね。次にですね、うん、ご紹介したいのが、くんま木育おもちゃ広場というちょっと聞き慣れない。そうですね、木育、はい、実はですね、立川地域にですね、今年浜松の山里生き生き応援隊で、平野健二さんという方が、はい、あの4月から赴任されたんですけれども、着任したんですけれども、実は彼はですね、もともと世界中のおもちゃとかを販売していて、おもちゃのコンシェルジュというぐらい、おもちゃの専門家なんですよ。特に木でできたおもちゃにものすごく詳しくて、でたくさん あのコレクションも持っていて、まあ、木のおもちゃってねお分かりのようにプラスチックとかそういうものでできたおもちゃとは全然違う良さがあるじゃないか。触りとかそのね感触っていうのがいいですよね、はい、香りも。で今回は外に、まあ、テントを張って、はい、そこの下でこの木でできたおもちゃを子どもたちに遊んでもらえる場を作るということなので、はい、これはねすごく子どもたち多分親子でも楽しめるんじゃないかなと思います。次がですね、はい、里山の生き物と遊ぼうというですね、これはちょっと本当に今回初めての企画で、はい、どうなるか私たちも実はちょっと不安なんですが不安なんです実は、まあ、簡単に言うとここに書いてあるようにサワガニとかイモリとか、うん、カエルとかを、はい、この何ですか、こう桶というか、はい、大きな桶水桶みたいなところにそれらを放して、はい、まあ、子どもたちにその動物と一緒に生き物と一緒に遊んでもらうっていうね。おお生き物が好きな子どもたちにはもうね、うん、やっぱり生き物に触れるってことは自然に触れるってことなのでとても大切なことだと思うんですよね。だから気持ち悪い触って嫌だ気持ち悪いって思うかもしれないんですけども、それでもいいと思うんですよ。それも見た触ったからの感想というかね。そうそうそう、それが大切だと思うんですよね。やっぱり図鑑を見てるだけじゃわからない、はい、やっぱり生きている生き物に触っていただくっていうのはとてもいいことだと思うので。そうですね。あともう一つ、もう一つあります、はい、竹で水鉄砲作り。あ、作るんですかねこれは。これはね簡単にもうあとはちょっとだけ自分で工作すれば水鉄砲ができるようなところまでキットにして楽しんでもらおうと思ってます、はい、ものすごく簡単にできるので、そうだからぜひこれはね自分たちでもこんな簡単にできるんだっていうのを知ってもらえたらいいなと
思います。私たちとすればせっかくね熊まで遠いところまで来ていただいて、はい、やっぱりできるのんびりゆっくり夏の一日を家族で楽しんでいただくっていうことが一番のおもてなしだと思ってるので、はい、まあ、そういう意味ではねちょっといろいろ面白いイベントを今回はちょっと用意してみました。あともちろんあれですよ、五平餅も食べられますから、ね、ここのちょっとチラシにあるこの写真で美味しそうって思ったんですけど、ね、美味しいものもあるということですからね、はい、でもやっぱりこの群馬も暑いんですかね、今年どうですか。今年暑いですね。暑いですかただこの駐車場そのものはちょっと大きな木があるので木陰も多いですし、はい、あとあのすぐそばにね愛宕川も流れてるので、あの水浴びとかもすぐできるので、あのその辺はあの大丈夫かとは思いつつも、やはりあの暑さ対策はしっかり皆さんにはしていただきたいので、まあ、帽子とか、はい、あと、水分補給、あと塩分補給ですよ ね、 そうですね、今これすごく大切になっているので、そういったものもぜひあの体に取り入れながら一日遊んでいただければと思います。それでは改めて開催日、時間、あと場所など教えてください。はい、これ今ねあの、はい、浜松の、共同センターとか支所とか、はい、あと図書館とかにあのこのチラシありますので、はい、あのぜひあの手に取って見ていただきたいと思います。でサマーフェスタですね2024、今年8月11日の日曜日、10時から、まああのね、だいたい売り切れてくると早めに終わっちゃうかなっていう気もしなくもないですが、一応3時までやります、はい。で会場はですね道の駅群馬水車の里の下のところといえば下の会場と下の駐車場といえばいいかな、そこの一部であのやります。で駐車場はあの群馬水車の里周辺にいくつも他にもありますので、そこに停めていただいて、徒歩でこの会場まで来ていただければと思います。あとはお天気、あ雨天の場合ですか、多分降らないんじゃないかな、あもう今回は降らない、チラシに書いてないですね、すいませんきっとやるでしょう、言っときます問い合わせの番号が、はいはい、ありますので、はい、問い合わせいただければと思います。こちらが NPO 法人夢未来群馬ですね、はい、電話が 053-929-0636 ということです、はいはい、では最後にメッセージをお願いします。はい、まあ酷暑というかですね、本当に大変な暑い日々が続いてますけれども、ぜひですね山の方は町よりは若干涼しいので、あの川のほとりということもありますので、ぜひですね愛宕川で楽しみながら鮎のつかみ取りをしながら、親子でですね楽しく一日を過ごしていただければと思いますので、皆さんお待ちしてます、ぜひ遊びに来てください。もうあの景色といいやることといい全部がなんかザ夏休みっていうような、そうですね、ね、感じのものになりそうですからね、うん、ぜひ皆さん8月11日ですね、はい、群馬サマーフェスタお出かけになってみてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先は郵便番号432-8021 浜松市中央区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。またこの番組はウィンディーの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の協力でお送りしました。